皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあ毎度おなじみやらさせていただいている J リーグニュースの第24弾について紹介していきたいと思います。まあ毎度のごとくね、この J リーグニュースでやらさせていただいて、今回で第24弾ということでね、まあ24回ももうやってるんだなという感じですけど、まあここからね、ラストの冬の市場、まあ冬の遺跡市場にかけて、まあどんどんニュースも出てくると思いますし、今日はね、まあ J リーグニュースが特に多いということで、まあ日本投稿24弾と25弾、まあ続けてね、出させていただくことになると思うんですけど、まあ今回はその第24弾としてね、このこちらのこれからの選手を紹介していきますんで、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、まず一つ目の J リーグニュースを話していきます。一つ目は、サムネだったり題名でわかる通り、ベルギー一部のシント・トロイデンが浦和レッズに所属する橋岡選手の獲得に動いているということがわかりました。こちらね、非常にびっくりしたニュースですし、まあ、橋岡選手以前からね、まあ、海外移籍というところの噂があった中で、まあ、今回のこの具体的な移籍のニュースになりました。橋岡選手は下部組織出身の選手で、2018年に浦和レッズの、ね、トップに昇格を果たし、初年度から25試合に出場するなど、ここまでね、橋岡選手の止まらない成長というところがね、あり、今季は浦和レッズの中でも一番出場時間が長かったこともありまして、まあ、今では浦和レッズに、欠かせない存在まで成長を遂げました。今年ですね、行われる東京オリンピックの代表候補でもあり、これからの活躍が楽しみな選手となっています。今季は浦和レッズで本職のサイドバックのみならず、シーズン終盤にはセンターバックにも挑戦して、可能性を広げているというところもね、評価できる部分なのかなと感じています。2019年には橋岡選手フル代表にもデビューしたこともあって、まあこれからの代表を象徴する選手というところに対してね、シント・トロイデンは獲得に動き始めたということが分かりました。シント・トロイデンというところはね、まあ J リーグファンの方なら結構知っている方のも多いチームなのかなと思います。日本人選手がとても多く在籍しているイメージもあり、現在もですね、シュミット・ダニエル選手だったり、鈴木優真選手含め、多数の日本人選手がね、在籍しているというところでも、ね、有名なクラブになっていると思います。シント・トロイデンに在籍する日本人選手は活躍しているものの、チームはね、下位の方に沈んでしまっているというところもありまして、12月にね、監督が解任したというところもありますので、今回の橋岡選手の移籍に、まあ、今後ね、どのような影響を与えてくるかというところはわかりませんけど、まあ、どちらにせよ、今年ね、東京オリンピックのメンバー選考を控える橋岡選手ですので、まあ、出場機会をね、得られない限り、アピールのチャンスというところもないので、橋岡選手の今後の決断というところにも注目が集まると思います。まあ、この橋岡選手のね、移籍に対して、浦和レッズとしても、橋岡選手は、今ではね、浦和レッズの主軸のうちの一人だと思いますし、まあ、この冬に西選手をね、浦和レッズは補強したものの、まあ、サイドバック、同じサイドバックで言いますと、岩竹選手などがね、若い世代が移籍してしまったこともありますので、まあ、この橋岡選手がもし退団することとなれば、とても厳しい状況になるのかなと思いますので、今後のね、橋岡選手の動向というところもね、追っていければいいのかなと感じました。はい、ということですね。続いて2つ目の J リーグニュースは、題名でもわかる通り、横浜 FC は今季横浜F マリノスからレンタル移籍をしていた杉本選手をですね、完全移籍で獲得することが決まりました。杉本選手は東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせてから、町田ゼルビアだったり、名古屋グランパスでもプレーをした経験を持ってね、とても経験豊富な選手になっています。2020年に横浜 F マリノスへ移籍をするものの、夏に横浜 FC へレンタル移籍をして、まあ、そこからですね、5試合に出場しました。横浜 FC はこの冬に中山選手がね、清水エスパルスに移籍するなど、ミッドフィルダー陣のね、移籍が多い中での、今回の杉本選手だったり、まあ、先日紹介をしたね、まあ、動画にも取り上げさせてもらったんですけど、まあ、神戸から小川選手を獲得するなど、まあ、放出は多少ね、まあ、斉藤選手というところもね、ある中で、まあ、このピンポイント補強が行えている横浜 FC というね、個人的な印象になっています。小川選手だったり、杉本選手というところを含めて、まあ、これからね、多分公式発表があると思いますけど、渡辺和真選手というところなどね、まあ、J リーグでも経験豊富な選手というところでの補強が目立つ中での来シーズンというところはね、異例の4チーム降格というところもありますので、これまで培った経験を生かしながら、まあ、ベテラン勢が多くなりますけど、横浜 FC は上位進出を目指して頑張ってほしいなと思います。まあ、横浜 FC はですね、今季活躍した選手が、まあ、結構抜けてしまうという現象がありますけど、まあ、このベテラン選手を補強して、来シーズンに挑むことが決まっていますので、まあ、来シーズンのね、横浜 FC の活躍というところもね、期待していければいいのかなと思いました。
はい、ということでですね、続いての J リーグニュースなんですけど、先日取り上げさせてもらったオルンガ選手の移籍動向のところで進展がありましたんで、今回取り上げさせてもらいました。カシュアレイソルに所属するオルンガ選手がカタールのアルドハイルというところにね、完全移籍することが決定的ということになりました。先日動画でも取り上げさせてもらったので、今後ね、取り上げない予定でしたけど、まあ、かなりの進展が あったこともあって、まあ、移籍金など詳しい詳細が出たので、まあ、今回ね、取り上げさせてもらいます。昨年末にもアルドハイルからですね、オルンガ選手はオファーを受けていましたけど、まあ、その時は交渉は破談という形になりましたけど、まあ、今回のね、昨年ですか、の J リーグ得点王、プラスね、MVP という活躍を残して、まだ26歳というね、オルンガ選手に対してこの再オファーをかけて、まあ、今回このような結果という形になりました。情報によりますと、オルンガ選手の年俸は推定で2億5000万とされていて、移籍金は日本円で約7億5000万程度というところになりました。まあね、J リーグの移籍からしたらとても破格の値段だと思いますし、正直自分がどうこういう問題ではない移籍だと今回はね思いましたんで、取り上げさせてもらって、まあ持論というところはね控えさせていただこうかなと思います。まあそれに加えてですね、サンフレッチェ広島への移籍が完全移籍が濃厚となったジュニオル・サントス選手 との、契約も残っていたということもありまして、まあ、こちらも移籍金は発生するというところですけど、発表はされていませんけどね、まあ、おそらく、まあ、この移籍金が発生しますので、この大金というところで、カシュアレイソルは今後ね、どのような獲得をしていくのかというところもね、J リーグファンとして、楽しみでしかありません。まあもう一つですね、中村康介選手というところの移籍も決定的というところになってますので、まあそちらも移籍金が発生すれば、またもね、カシュアレイソルとすれば大金を手にするわけなんで、まあ今後の動向というところを追っていければいいのかなと思います。1月4日のですね、ルマンカップ決勝というところで惜しくも負けてしまいましたけど、負けてしまって、準優勝に終わってしまった悔しさをバネにですね、来季カシュアレイソルは、どのようなサッカーをネリシューニョ監督が見せてくれるのかというところも楽しみになってきました。ここからのカシュアレイソルの移籍動向というところはね、自分自身もどのような展開を迎えるのか想像はできませんけど、今後ともね、カシュアレイソルの動向に追っていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いての J リーグニュースは、FC 東京が今季鹿島アントラーズからレンタル移籍をしていたレアンドロ選手を完全移籍で獲得することが決まりました。まあ、この移籍はですね、随分前の方から話が上がっていた感じもしますけど、ルヴァンカップの決勝を終えてようやくね、公式発表が出たという形になりました。レアンドロ選手は26試合に出場して9得点という結果に加えてですね、まあ、1月4日に行われたルヴァンカップの決勝では先制点を決めたり、まあ、MVP に活躍する輝きを見せたりということでね、FC 東京にタイトル獲得というところでね、大きく貢献をしました。一人での打開ができることだったり、パスでのチャンスメイクに加えてね、フリーキックというところもね、このレアンドロ選手の武器に兼ね備えてるというところが、まあ、大きな強みだと思いますし、来季の活躍にも期待したいと思います。まあ、また、その他の FC 東京のニュースとしては、浦和レッズから青木選手を獲得したことで、アンカーというところのね、補強もできましたし、山形から渡辺選手、長野から阿部選手などね、着々補強を重ねて、来季の J リーグ制覇というところをね、目論んでいるのかなと思います。FC 東京は久しぶりのタイトル奪取というところでね、来季の勢いよく、J リーグに挑めると思いますので、来季の FC 東京の躍進というところにもね、注目して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ冒頭にも言った通りね、今日は日本投稿 J リーグニュース日本投稿ということで24段25段やらさせていただきますということで、今回はね24段を紹介させていただきました。まあこの2本やっているというところでね、分かる通り J リーグニュースこの冬のまあ移籍市場終盤にかけてどんどん移籍というところが多くなってきて、まあ特に今季はですね、移籍がここ数年でも一番大きいの多いのかなと感じていますので、まあ自分自身も J1、J2 問わずね、まあ J3 だっていろんなニュースを取り上げていければいいのかなと思いますんで、まあ J リーグファンの方はこれを見てね、楽しんでいただければいいのかなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。